Guten Abend nach Japan, guten Morgen in Deutschland, guten Tag weltweit und sehr herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Die Zukunft der Kommunikation und Wir, Communication Numidai To Watashitachi, im virtuellen Konferenzsaal des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin. Das Japanisch-Deutsch-Zentrum Berlin, das JDZB, richtet diese Podiumsdiskussion aus in Zusammenarbeit mit der Japan Foundation. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. Mein Name ist äh, Föbe Stella Holtgrün, ich leite das Projektmanagement am JDZB und darf Ihnen heute den Rahmen des Programms geben. Wir kommen nun zur Eröffnung unserer eigentlichen Veranstaltung und ich bitte nun die stellvertretende Generalsekretärin des Japanisch-deutschen Zentrums Berlin Frau Kyoto um ihre Begrüßung. Minasan konnichiwa. 本日は多くの方々に一読パネルディスカッションコミュニケーションの未来と私たちにご参加いただきありがとうございます主催者の一つであるベルリン一読センターからご挨拶申し上げます事務総長のユリア・ミュンヒが所要があり残念ながら参加できないため副事務総長の私清田時子からご挨拶させていただきます当センターでは国際交流基金と連携して毎年共同で 日読シンポジウムを開催しておりますこれまで例えば少子高齢化の進む中規模都市の文化政策2018年には明治維新からの150年を記念し明治維新の遺産民主主義への道2019年は東京オリンピック・パラリンピックを見据えて「東京とベルリンユニバーサルデザインのまちづくり」などアクチュアルなテーマを取り上げ 主にに当センターを会場としししててフィジカルルリアルに開催してきました2020年3月からのコロナ危機により昨年初めて日独シンポジウム「クライシス・コミュニケーションの今日独のしざ」をデジタルで開催しましたがコロナがいまだ続く中今年もデジタル開催となりました去年の開催で私たちはデジタルの利点を大いに活用しました 参加者がベルリンにいなくてよいので大変忙しいパネリストの方も日本からドイツに旅行をすれば少なくとも34日は出席のためだけでも必要なところご自宅で一日だけ時間を割いていただければよくお客様は別ベルリン在住だけでなくどの町にいてもそして遠く日本や他の国々からも参加していただけるので多くの方々に参加していただくことができました。 今回のパネルディスカッションはデジタルコミュニケーションでは人間がないがしろにされてしまうようなことはないだろうかということが出発点となっています。近年の情報通信技術デジタル技術の発達により私たちは私たちのコミュニケーション訪問も方法も大きく変化しましたがそれに輪をかけたのがコロナ禍によるロックダウンや移動接触の制限でした。 WhatsApp SNS や LINE などのビデオ通話ビデオ会議の利用は使用頻度が飛躍的に伸びたことを実感します。きんな例で恐縮ですが2017年に私がベルリンに来ました時は電車この電車はベルリン由大学駅を通るので大学生が多いのですがその電車の中で座っているの座っている人の半分は本を読んでいてスマホをいじっている人は一人もいませんでした。しかし最近は 大半はスマホを出して友達と通信しているように見受けられます本を読んでいる人は10人に1人いるかいないかという程度になりましたしかしコロナによる移動接触制限を補うようにデジタル化が進み便利になる一方で人々の孤独やフェイクニュースにどう対応していたら言ったらよいのかなど社会問題も浮き彫りになってきました 特に子どもや若者に関してはロックダウンや学校閉鎖により子どもが成長・発達する時期に先生や同年配の子どもたちと会えないことは大きな心理的負担となり先般エッセンド大学病院の医師が子どもたちのメン,メンタルヘルスのためにまたうつ病を防ぐためにできる限り学校での対面教育を行うことが望ましいと話している記事を読みました。 参考までベルリン州政府では学校は対面授業を行っているが1月25日から親は子どもを通わせる義務はなく通わせるかどうかは親の判断に任せるとしました。当センターの授業を見ても日本とドイツを訪問し合う交流事業は2年前から全くリアルで実施できず文化事業もライブストリーミングは 後で多くの人に聞いていただくことができ記録として残せるメリットがありますがその場で聞くライブの演奏やアート作品を直接自分の目で見ることに勝るものはありません日本語講座もオンラインでの実施となっていますこのような状況の中で私たちは皆さんと再び直接会い交流できることを切に願うようになっていますこのように周知のことであるとも言えますが デジタルコミュニケーションには素晴らしい面と解決しなければならない面との両方があるように思いますデジタルコミュニケーションと言いますとまず技術的そして経済的側面に目が行くような気がしますこのパネルディスカッションでは 主に社会的哲学的そして異文化交流の側面から議論いただき将来のコミュニケーションのあるべき姿について示唆が得られますようにと願っております。司会の藤沢久美様パネリストのメルツェデス・ブンツ様ネルケ・ムホウ様西垣徹教授クリスチアン・ペンツォルト教授結城秋様本日はお忙しい中バーチャルでご登壇いただきありがとうございます。 お話を楽しみにしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします視聴者の皆様これからの2時間パネリストの皆様とともに将来のコミュニケーションについてご一緒に考えてまいりましょう最後にコロナにより 2021年の日読160周年記念年は今年3月末まで延長になりましたのでこの事業も160周年記念事業の一環として日読協力の推進に役立つことができれば幸いです。ありがとうございました。

私は国際交流基金のドイツ拠点であるケルン日本文化会館の館長を務めている相沢敬一と申します。今、清田副,副事務局長からお話がありましたように、今回のディスカッション、昨年開催したシンポジウムを受けて、コミュニケーションの未来、特にテクノロジーの発展とコミュニケーションのあり方についてさらに考えてみようというシンポジウムです。今回のシンポジウムも、昨年同様、 バーチャルでの実施となってしまいましたけれども、まあ、今、清田さんがおっしゃったように、このコロナ禍で私たちのコミュニケーションの在り方は目に見えて大きく変化してきました。コロナ前にはそれほど一般的にはなかったパソコンの画面を通じての会話がこうして今や当たり前になりました。そして、普段リアルではお忙しすぎてなかなか一度にお集まりいただけないような素晴らしいパネリストの皆様にこうしてお集まりいただいて。 空間を越えて贅沢に話を伺えるようになったのは明らかに大きなメリットです。その意味で今日のこのオンラインシンポジウムそのものが、まあ、私たちの思考や行動様式を大きく変化させてきたデジタルコミュニケーションの典型的な一例であると言えるでしょう。しかしながらその背後にさまざまな新しい問題が登場していることもこれまた周知の事実です。人工知能がコントロールを失って暴走したり、 テクノロジーに人間が支配されるという悪夢のような近未来図は小説や映画でも様々に描かれてきています。そこまでいかなくても多くの人がすでに新たなデジタルメディアのせいで様々な被害に遭ったりあるいはその予兆におののいたりしています。手軽に思いついたことを誰でも書き込めるデジタルコミュニケーション、ソーシャルメディアの世界は一方でとても便利ですけれども真に大切な情報とフェイクニュースの見分けをつきにくくしています。 いつの間にか大統領選挙とか国際政治もそうやって左右されるようになってきています。本来はいろいろ異なった考えの人たちが多様に話し合う、つながり合う、そういうプラットフォームであったはずのインターネットも、実際にはむしろ同じ考えの人たちが自分たちだけで集まる小さなグループの集合体になりつつあります。 さらにデジタルコミュニケーションでは、まだ当分伝わらなさそうなものも身の回りにたくさんあることを忘れることはできません。例えば、味とか、匂いとか、あるいは肌で触れた感覚とか、話し合いとのちょっとした表情とか、意思に伝心で伝わるべき心のときめきとか、あるいは静かさとか、空間感覚とか、まあ、そういう規格外の情報はデジタルではなかなか伝わりません。 どんなにテクノロジーが発達して成功な代替物やアバターができても、例えばホールのオーケストラの音とか、美術館にかかっている絵画などをオリジナルが持つオーラを含めて完璧に再生することはこれはできません。私たちはともすると、テクノロジーの進歩とともに、伝わる部分だけで話を進めてしまおうとなりがちです。でももしかしたら、そこで伝わらない、切り捨てられてしまうところの中にこそ、 何か本質的なものがあることがあるということもあるかもしれません。私自身は長年大学で人文科学を研究してきたものなんですけれども、実感するのは自然科学の進歩のスピードの速さです。宇宙論とか素粒子物理学とか、あるいは遺伝子解析とか、iPS 細胞とか、私の短い人生が始まった当時の知識水準と今とでは比べるものになりません。それに対して社会科学とか、人文科学、 これはまあ予算が少ないせいかもしれませんけれど社会に大きな影響や変革を与えるような進歩があるという話を最近あまり耳にしませんしかしおそらくテクノロジーの進歩,進歩を人間社会が受け止めてあくまで人間が主体となって科学技術を使いこなしていくためにそのためには社会と人間に関する学術研究を通じたプロフェッショナルな議論というものが 再び必要になっていくのではないかと思いますで。そういう社会や人間についての議論の水準を科学やテクノロジーの進歩とどうやって歩調を合わせて進歩させていけるかということが今こそ課題になっていると思います。デジタルコミュニケーションの素晴らしい進歩をどうやってコントロールして人間にどう役立てていけるかという決定権は技術そのものの中ではなくてもちろん私たち人間の中にあります。 そのために私たちは何をしていけばいいのか、まあ、こういう極めて重要な問い、難しい問いについて、本日パネルトの皆様がどのようなお話をされるのか、非常に楽しみにしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Professor Eisawa, für diese eindrückliche Einführung. Wir kommen nun zur eigentlichen Podiumsdiskussion, für die ich sehr herzlich Frau Fujisawa Kumi Mitgründerin Gründerin und Vorstandsmitglied des Think Tanks Sophia Bank, Spezialistin für Investitionsmanagement und soziales Unternehmertum. Und heute vor allem die Moderatorin unserer Paneldiskussion hier begrüßen darf. Herzlich willkommen, Frau Fujisawa, und an dieser Stelle darf ich die Moderation der Podiumsdiskussion an Sie übergeben. Hi, ich wir die Panel-Diskussion und ということで、このテーマの背景であるとかまたこのパネルディスカッションの目指すものにつきましては清田時子副事務総長また相澤館長がご説明をくださいましたので。 省略をさせていいいたただきたいと思いますパネルディスカッションを始めるにあたって一つだけパネリストの皆さんにお願いをここでしておこうかと思うのですがこのパネルディスカッションはさまざまな方がご覧いただいています必ずしも研究者やプロフェッショナルの方ばかりではなくてこのデジタルの世界でコミュニケーションをする担い手である一人一人の市民が聞いているということになりますのであのできるだけシンプルなお言葉で 通訳のしやすいシンプルなお言葉でそして、えー、いろんなご意見を受けるためにも短めにお話をいただけたら大変嬉しく思っておりますさあ、それでは始めて参りたいと思いますまずは、えー、見てくださっている皆様にパネリストのお一人お一人のお顔とお名前を覚えていただくために一人ずつ、えー、所属とそしてお名前を ご自身のお言葉で頂戴できればと思います。それではまず最初に結城さんから所属とお名前を頂戴できますでしょうか。承知いたしました。皆様、はじめまして、株式会社オリー研究所共同所創設者、現在 CO を務めております、結城秋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続きまして、ペンツォルド先生。 Hallo und guten Tag, ich bin Christian Penzold, ich bin Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft in Leipzig und derzeit bin ich Lady Davis Fellow an der Universität in Jerusalem. はい西垣と申します私は東京大学に所属していたんですがもう定年になりまして今は名誉教授ということになります。もともとはコンピューターサイエンティストだったんですがその後大学では情報社会あるいは情報哲学といったようなものを研究して特に最近は人工知能 AI について多少お考えをしておりますよろししくお願いいたします。 よろしくお願いいたしますありがとうございます続いてネルケイさんお願いいたしますこんにちはネルケイ無法ですドイツ人ですが、えー、今回は日本側を代表させている一人です、えー、30年前から日本に来て、えー、去年まで兵庫県の日本海側にある安泰寺というお寺の住職を務めましたけれども えー、去年は引退し今は大阪におります肩書きを聞かれるといつも困るんですけれどもまあフリーで禅僧をやって座禅会をしたり講演会をしたり最近は YouTube でもよく発言させていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますありがとうございますはい <laughs> それでは、えー、ごめんなさい次は Yeah, uh, guten Tag, mein Name ist Mercedes Buntz, Ich bin, uh, ich bin um, Associate Professor an der Universität King's College London und bin stellvertretende Fachbereichsleiterin des uh, Departments Digital Humanities. ですすねあありがとうございますさあそれではパネルディスカッションに入ってまいりたいと思いますがまず皆さんに伺いたい1つ目の問いというのはデジタルなコミュニケーションは私たちの生活をどのように変えているのでしょうかとこの変えるという意味は良い傾向と、まあ、良くない傾向2つあると思いますが、まあ、それを含めてですね私たちの生活をどのように変えているのか。 でこれを皆さんに伺っていくんですが一つ変えている具体的な例を結城さんにご紹介をしていただくところからスタートしたいと思います結城さんお願いいたしますよろしくお願いいたしますではちょっとここであのいただいたご質問への私なりの考えと今ちょっと頭出しいただきました私が行っている実例というところを少しお話ししたいと思います画面共有をさせていただきます 少々お待ちちくだだささいいこちらで、えー、と進めさせていただきま,すまずですね、ちょっと私なりにデジタルなコミュニケーションとリアルなコミュニケーションは何が違うのかというのを少し考えてみました。私が一つ思ったことは、デジタルなコミュニケーションは非常に選択的であるなと感じております。 デジタルの世界というのは人の身体的な特あの制限などを取っ払った素晴らしい側面を持っていますがデジタルの世界にいる人はデジタルの同じ世界にいる人にしか会えません一方でリアルの世界であればセレンティピティのような偶然の良い出会いというものが存在しています ここであのリアルの世界を動き回っていたら世界中の人に会えるのに対してデジタルの世界であるとどうしても自分が選択したコミュニティの中に閉じていってしまうという課題があると感じています。しかしか一方でで、リリアアルルのの世世界界は 先ほど申し上げたような身体というところに依存した身体至上主義の世界でもあります。体が仮にベッドの上から動けないと、いくら心が自由であっても、隣の家の人とか、新しい出会いに、会いに行く、出会っていくことができない、これが一方でリアルの世界の一つの課題であると思っています。 そして私はその2つの課題を見た上で今私の活動としてリアルとデジタルを2つ掛け合わせたようなインクルーシブなコミュニケーションはできないかといった研究開発を行っております。これをちょっと一例としてご紹介できればと思います。私が今開発しているものはアバターロボットです。ただ、 アバターロボット、ロボティクスというと、多くの場合、人工知能という考えが先に来がちだと思います。ただ、私が今研究しているものは、人工知能ではなく、あくまで人間が操作をするロボットです。例えば、ベッドの上から動けない人が、ロボットをベッドの上から遠隔操作をする、そういうようなケースを想定しています。 私自身以前結核になったことがありまして実際に身体的なことが理由で自分のやりたいことがやれないという経験もございましたそういった方々にとって今このデジタルとリアルのいいところを掛け合わせたような取り組みとして一つの可能性ではないかと思っております具体的にはどんなものがじゃあアバターロボット 分身ロボットなのかと言いますとここに映っているのは私の日本橋にあの私の会社が日本橋にオープンしております分身ロボットカフェドーンになりますこのカフェでは映っているこの分身ロボットがウェイターウェイトレスの役割をして実際に働いておりますでもロボットが働いていると言ったのでしょうが正確にはロボットを操作されている、まあ、こういった 難病をお持ちの仲間たちがこのロボットを操作してベッドの上や病院の中から実際の社会の中の社会活動をしているそういった実証の場であります。つまり 私の考える、まあ、デジタルとリアルのコミュニケーションを掛け合わせたものというのは、こういった身体的制限、距離的な制限をお持ちの方が、デジタルのコミュニケーションの力を使うことで、リアルの場で社会参加をすることを可能とする、そのような実例であると思っています。最初のちょっと質問のところに、 立ち返りますとデジタルというのは人間の体の身体性能を拡大させるという可能性を秘めている一方でデジタルだけで閉じてしまうとどうしてもリアル世界との断絶が生じてしまうと思っております。 そうやってコミュニティが選択的に閉じていってしまうということは人のつながりの希薄化だったりもしくは偶然なところからクリエイティブに生まれてきていた文化に対する衰退とかさまざまな課題があると思います。そこでうまくその部分を留意しながらリアルと関連付けさせることでリアルだけでは超えられないといったものをこう超えて よりインクルーシブな社会を実現していきたいと思って、この活動をしております。まあ、一つのリアルなコミュニケーション、デジタルなコミュニケーションへの、まあ、アプローチの実例として。ご紹介させていただきました。ありがとうございます。まあ、確かにリアルというのは自由に偶然性があるけれども。身体と空間という、まあ、制限があるんだけれども、それを、まあ、デジタルの力で乗り越える。 でも一方でデジタルというものもまた別の制限を持つ中でどうそれを乗り越えていったらいいかというのは、まあ、この後のディスカッションの中でさらに皆さんのご意見をい,いていきたいと思います。ありがとうございます、うきさん。それではあの続いてこのデジタルなコミュニケーションは我々の生活をどう変えていくのかということまたうきさんのプレゼンテーションに関してもご感想なども一緒にいただけたら嬉しいなと思っておりますが、えー、それでは。 どうしようかな、ねるけさんに聞いてみようかな、ねるけさん、いかがでしょう。はい、よろしくお願いします。はい、ええー。私は、あの、まあ、社会人になりそびれて、この道に入ったようなもんですから。おそらく、まあ、パネリストの誰よりも、コミュニケーション。 については、まあ、詳しくないし、全く向いてないと、少なくとも自分ではずっと思ってたんですね。そうでなければ30年間山の中でずっと壁に向かって座禅などできないんですね。私が去年までおら,、えー、おらしてもらった安泰寺では年間1800時間無言で、まあ、そうして過ごすんですね。それはもう人と触れるのがまあ嫌だからこそ、一人で まあ、一人と言っても、周りに人はいるんですけれども、黙って座る時間が一番、まあ私にとって満たされた時間だったんですね。ところが、あの、この2年間、えー、Zoom をしたり、あの、オンラインで人とつながることがもう普通になった。この2年で私は変えって、あ、コミュニケーションは意外と面白いんだなと、自分、 ちょっとして向いているかもしれない。一年半前からもうほぼ毎日 YouTube で動画をアップするよう、アップするようになって、いろんなまた反響をいただいて、えー、そうして、まあいつの間にかプチ YouTuber にもなったんですね。まさか20年前そんなことは考えてなかったんですけれども、おそらく私のように、 従来のコミュニケーション、例えば、ま、握手の時、握手の時握力でマウントを取ろうとしたり、えー、声の大きさで勝負しようとする、なんか、いわゆる、いわゆるアルファ男性のマウンティングなどは、私はもう嫌ですし、全く向いてなかったんですけれども、これからの、あの未来のコミュニケーションは、そういう部分はどん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 落ちてしまって、むしろ、今まで、 まあ日本で言えば引きこもりのようなタイプはどん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 もうつなげられるようになると思いますね。もちろんまあそれに際して私たちはこれからまあ例えば行間を読む技術など本当に相手が言いたい。顔の表情が見れない場合が多いんですから今より以上になんかまあ日本で言えば空気を読む、行間を読む。 えー、論教はどこにあるのか。論教で返すこと。でももちろん、まあ私があの感じる危機などもありますね。あの身体性が、まあないというか落ちているということは、例えばまあロボットで言えば、今紹介していただいた織姫で言えば、 そういうロボットに座禅してもらおうと思えば、それはもちろんできるんでしょう。あのロボットはただ座っていればいいんだけれども、あるいはヨガもロボットできるんでしょうけれども、それは私が座禅したことにならないし、ヨガをしたことにならないんですね。ですから、えー、オンラインでどうしても、まあ、落ちてしまっている、おろそかになっているというのは首より下の 自分ですね。そして前奏としては、やっぱりこの首より下の自分を大事にしたいんですね。たとえばロボットが家事を全部やってくれたとしても、それは私がやったことにならないから、私のまあ修行、実践にならないから、そういう危険、危機は私は感じております。はい、まあ、まず、ここまで。 はい、いありがとうございます。もう大変あのご自身の体験もあってとても面白いなと思ったのは身体でリアルの世界では人とのコミュニケーションが好きじゃなかったのにオンラインだと好きになったっていうのはこれ一つすごく、まあ、ポジティブな面である一方で大切なキーワードとしていただいたのはリアルの世界における首から下の自分っていうこの言葉はとてもあの 私たち考えるべきキーワードだなと思いました。ありがとうございます。<laughs> さあそれでは続いて、えー、じゃあ、文籍先生に聞いてみようかしら。文籍先生、いかがでしょうか Ja, sehr gerne.、Um, ich muss sagen,、um, die Frage, wie die digitale Kommunikation unser Leben verändert, ist、um, etwas, was wir erforschen an meinem Institut. Ähm, ich finde äh, das Beispiel von Frau Yuki mit dem Avatar Robot Café wunderbar. Ähm, es ist ein sehr gutes Beispiel, wie man Technologie äh, ins Positive entwickeln und interpretieren kann. Und es ist auch ein wunderbarer spielerischer Herangehensweise. Ähm, wir studieren auch, wie Deutsche. Und ähm, Japaner äh, anders mit der Technologie umgehen. Und ähm, im Westen äh, gucken wir sehr stark nach Japan, weil man merkt, dass dort es eine viel positivere Herangehensweise an die Technologie gibt. Die Deutschen sehen Technologie stark problemorientiert. Äh, was verändert sich im Negativen? In Japan gibt es äh, sehr stark eine positivere Interpretation von Technologie mit der Frage, wie kann man Technologie adaptieren? Wie kann man Technologie der Gesellschaft nützlich machen? Technologie wird weniger als das andere der Gesellschaft gesehen, sondern mehr als Teil unserer Gesellschaft. Und ähm, ich finde das äh, sehr spannend, was man dann von diesem anderen japanischen Herangehensweise für den Westen lernen kann. Ähm, die digitale Kommunikation hat unser Leben massiv verändert. Das ist so. Wir säßen ohne sie nicht hier. Wir können uns zwischen zwei Ländern unterhalten. Manchmal denke ich, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft. Wir sind alle vom Klimawandel bedroht. Wir müssen lernen, global miteinander zu sprechen. Und das Internet gibt uns die Technologie. Und natürlich sehen wir auch Veränderungen, die wir besser. Ja, etwas bewusster regeln müssen, wie zum Beispiel die Dauer, die kontinuierliche Kommunikation. Können wir eine Auszeit nehmen? So ähm, ja, wie quasi als ob wir ein Senmönch wären, haben wir das Recht, mal zwei Stunden nur die Luft zu lesen und nicht die E-Mails. Das wäre etwas, was äh, ich glaube, wir alle bewusster tun müssen. Danke. はい、ありがとうございます。面白いですね。空気を読んでいるだけでメディアもなくていい。ありがとうございます。じゃあ続いて、ペンツォルド先生にもおかがってみたいと思います。Vielen Dank für die Frage oder die beiden Fragen, also nach der Transformation und den Einschätzungen, also welche Chancen und welche Schwierigkeiten sich damit verbinden. Ich muss gestehen, Beide Fragen überfordern mich und ich habe keine Antwort. Aber ich sage Ihnen auch, warum ich keine Antwort habe. Und zwar glaube ich, dass wir nicht erfassen können, inwiefern etwas hier transformiert wird, weil die Transformation keinen Anfang hat und sich nicht begrenzen lässt. Also sprich, wir können... Wir, wir können vielleicht also altersmäßig sagen, vor 20 Jahren sah die Welt so und so aus. Dass wir aber gar nicht ermessen können, wie umfangreich sich unser Alltag und jeder Lebensbereich durch Medien permanent verändert, ist mit dieser einfachen Frage nicht zu erfassen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In einem Buch von einem amerikanischen Medienwissenschaftler, John Durham Peters, der ist an der Yale University, Schreibt er von einem Anfängerkurs, also der erste, die Studierenden, die das erste Mal an die Universität kommen. Und er stellt ihnen eine Frage. Und zwar stellt er ihnen die Frage: stellt euch eine Woche ohne Medien vor. Das Beispiel von Frau Bunz gerade. Die Studierenden sind mit der Frage überfordert. Er schreibt in dem Buch: Es ist so, als hätte ich einen Vogel gefragt, ohne Luft auszukommen. Oder die Studierenden gefragt, eine Woche die Luft anzuhalten. Oder einen Fisch gefragt, ohne Wasser auszukommen. Die Frage war nicht schwierig, die Frage war absurd. Und das, meine ich, bezeichnet unsere Situation, dass wir nennen es, wissenschaftlich gesprochen, die Mediatisierung des Lebens. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, in dem Medien keine Rolle spielen. Und ich spreche nicht davon, die Entscheidung, ob ich ein Buch zur Hand nehme oder ein Buch weglege. Den Fernseher anmache oder den Fernseher ausmache. Ich spreche davon, dass ich letztlich nicht leben kann, wenn Medien mir nicht zur Hand sind. Also ich kann weder irgendwo hingehen, noch kann ich kommunizieren. Und das meiste, was wir kommunizieren, das machen die Geräte ohne mich. Das, mein Telefon kommuniziert permanent, auch wenn ich nicht dran klebe. Sprich, unser Leben, und das genauso, ich will es Ihnen, der letzte Punkt von mir. Genauso schwierig wird es, wird es sein, zu sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil, sondern es ist doch viel, so wie unser Leben viel komplexer ist und nicht in entweder was Positives und was Negatives zerfällt. Genauso schwer wird es sein, zu sagen, inwiefern irgendetwas einen positiven oder negativen Effekt hat. Wir ersparen uns viele Reisereien durch Zoom. Gleichzeitig verbrauchen die digitalen Dienste so unglaubliche Mengen von Energie und Ressourcen und Rohstoffe, das, wo wollen wir anfangen? Welche Art von Rechnung ist irgendwie positiv oder nur negativ? Sondern wie immer sind sie zwiespältig, ambivalent und gestalten sich für Leute sehr, sehr unterschiedlich. まあ確かにおっしゃる通りで、そもそもコミュニケーションってもう私たちにとって当たり前のものなので、そこにデジタルという道具が入ってきた、またデジタルというメディアが入ってきたことによって、良くなるか悪くなるかっていうのは、実は私たちがどうする使うかということを問われているのかもしれないんですけれども、このあたりはきっと西垣先生がさらに深いお答えをいただけるんだと信じておりまして、西垣先生、お願いいたします。<laughs> はい。えっ、ー、と、最初のですね、あの、 ゆうきさんの,おあの,はあのカフェはとてもあのいいですねつまりねああいうのはあのリアルとバーチャルの、えー、まあ,あの専門的にはその,その中間というかなオーグメンテドリアリティっていうか拡張現実っていうふうに言われていることが多いですねであのそれ具体的に言いますとね例えばあの、えー、ロボットが仮想現実の中にある っていうのだと、本当に生きてるか、あ、あ、その裏に人間がいるかどうか、全然わからないんですけど。あのカフェだとね、ちゃんと後ろにね、あの、ちょっとハンディキャップのある方がいてね、その人たちが。あの、生きてるんだっていうことも。組み合わさった、た、あの、メディアですよね。で、そういうのはね、あの、やはり一つの大きな可能性だというふうに、私は思います。で、えっ、ー、と、だけど、あの、その一方でね。 えー、要するにねあの全部仮想でやっちゃった方が効率がいいっていう風な意見も言う人も結構多いんですよ専門家の中でねでそういう風なあの社会っていうかものがどんどん膨れ上がってきた時一体どうなるかこれはあの 先ほどペンソルトさんがおっしゃったあのトランスフォーメーションという言葉で言うと DX という言葉が最近非常に流行ってましてドイツではどうかよく知らないんですがもともとは2004年ぐらいからヨーロッパで言われ始めた言葉でそのデジタル変革なんて日本語では言うんですけど要するにこう全てを変えてしまおうもともと企業の。 あの効率化から始まったんですけど、社会全体が変わってしまうってことですね。で、そうなると、それどう変わるのかっていうことでね、でね、文通先生があの、どちらかというと、日本はポジティブにテク,テクノロジー捉えるんだけれど、あのえー、と西洋ではネガティブな面も言うんだ、これます、本当にそう思うんですね。であの、私ね、これはね、西洋っておっしゃったけど、あのね、アメリカではね、 あのどちらかというとポジティブだっていうふうにヨーロッパよりもポジティブな面が強調されてるんですよ、えー、わ私の知ってる限りではでそれはねやっぱりあの戦争の影響もあると思うんですねつまりあの、えー、第二次世界大戦の時にドイツも日本も、まあ、いろんなかなりひどい目に遭いましたよねでアメリカはあの本土は無傷だったわけですねでそういうこともあって科学技術の進歩っていうものに対して非常にこう強い 信念というかポジティブなイメージをアメリカは持っている。で、それがねそっくり日本にこう輸入されたっていうかな感じなんですね。つまり日本はね科学技術の力がないからアメリカに負けたんだと思ってるんですよ。だけどドイツはねそうではなくて非常にその科学技術も発達してたわけですよね。ある意味ではあの第二次世界大戦の時に私はドイツの その科学技術力っていうのはもう世界一と言ってもいいぐらいだったと思うんですね。でそういう中でああいう悲劇が起きたってことに対してねやっぱりあの非常にこう深い思いが私はあるんだというふうに思います。それでちょっと自分のことを言わせてください。私はコンピューターサイエンティストでだったんで最初研究所にいましたしその後工場にも行きました。でそういうい中で、ね、一生懸命 大きいソフトウェアをを作っっててたたんんででですすがそれ体壊ししまねでつまりあまりにも忙しくてですねスケジュールに追われる生活でしたそういう中でその技術っていうもの自体はとてもいいもので私は決してあのいじめられたりしたこともなかったしみんなで一緒に仕事してたんですけどねとても忙しいんですよでこういうのをねあの私の知ってる言葉ではあのハイデガーがね あのえー、っとゲシュテルっていう言葉を言ってす,すべて何かもかも借り立てて我々は借り立てられているということをもうずっと前に言ったんですよね。これ有名な話で皆さんご存知だと思うんですけどそういうことに日本も、ね、今な,な,なりつつあってね DX の中で借、ね、り立てられちゃう困るなっていう気持ちがちょっとありますね。ですからあの私は あの自分の経験からそのコンピューター技術っていうのはいいもんだけれどもそれがあの別の面では人間をこう駆り立ててしまってねあの忙しくさ,させすぎてしまうっていう面もあるだから考えなきゃいけないっていうふうにあの考えてますそういう意味ではあの駆り立てられて何が困るかっていうとねやっぱり首から下が困るんですよそこが大事なんですよそういうことをね、はい、考えてみたいと思いました。 はい、どううもありがとうございました西垣先生大変あの大切なポイントまずは私たちも歴史に振り返って私たちの,あの持っている意識っていうのを振り返ってみたいなというのも重要なポイントとしていただきましたし最後におっしゃったまさにテクノロジーによって我々人間が駆り立てられてしまうというところここはとても大事なポイントだと思うのですねで,では2つ目の質問をその流れで伺いたいのですが こういったデジタルなコミュニケーションでも、まあ、人間性や自分らしさを保つにはどうしたらいいか、まあ、要するに借り立てられすぎないようにするには私はどうしたらいいのか、もしくはあなたはどうしたらいいのか、まあ、こういう観点で伺いたいんですが、まあ、西垣先生も首から下が大事っておっしゃったんで、ネルケさんにまず聞いていこうかと思います。はい、ありがとうございます。うん 人間らしさを保つため、まあ、私がまずあの考えるのは人間らしさってそもそも何なのかあのちょっとその概念自体が結構あやふやですね、えー、デジタル化によって人間らしさが果たして少なくなったのかむしろ今までもう 猿むしろ人間より猿だったものがまあいらなくなってむしろ我々がこれからさらに人間に近づいているというか人間として発展しているそういう可能性だって私は十分にあると思いますねデジタルだからといって人間らしくなくなる自分らしくなくなるということはない と思うんですね、むしろそういう不自然な自分へと人間へという不自然なとらわれ手放したっていいじゃないかと思いますねただ首より下の自分に関してはやっぱり、うん、ネットを離れるデジタルを離れる時間は大事にしたいと思います皆さんも、まあ、お感じになっているように便利な道具を使っているつもりで実は使われている ネットができて、スマホができて、自分の一日、どれだけ長くなったかというと、<laughs> かえって短くなったと。電車の中でもいつも対応しなくちゃいけない。本当にもう自分の時間がないんですね。で、私、去年まで行った安泰寺は、まあ、特にこの冬の間、たまに電線が切れるんですね。木がが倒れて電線が切れてて電線切最寄りの,あの 村まで5キロですから、あの、誰も困らないんですね。お寺以外は誰も困らないので,んで、電気会社も修理するまでは1週間かけたり2週間かけたりすることがあるんですね。他のところを先に直す。で、そうすると、時間がもらえるんですね。あ、これだけ1日は長かったと気づくんですね。あの、先ほど、えー、 ペンソール先生でしたか、あのもうメディアのない世界はそもそも考えられない、でもこういう状態に入ると実際にあるんですねは、これだけ私、時間を持ってたんだと、たまに、まあ、そういう実感、まあ、あのデジタルデトックスとかよく言われますけれども、そういうデトックスの時間を確保したいと思いますね、まあ、私にとって座禅はまさにそういう意味も持ってます。 そして個人的にはコンピューターは大好きですけれどもスマホを持たないのもそういう理由ですね。妻にいつもスマホを持ってほしいと言われるんですけれども <laughs> 持ってたらいつでも電話がかかるからもういらない。スマホを持ってても得することは全くないのであのパソコンは必要だけどスマホは私には全くいらないですね。<laughs> はい、ありがとうございます。今あのすごく大事なキーワードで時間ってことをおっしゃった。その 首より下の自分を取り戻すためには時間が必要というのはもう少し詳しく言葉を足していただくとその時間によって首から下の自分とは一体何が戻ってくると考えればよろしいですかネルケさん何が戻るあ,のある意味ではもう全てが戻ると言ってもいいと私は 思うんですねあの私が最初に座禅に出会ったのは16歳の時だったんですがそ,れその時点で私に「君はどこにいるんだ?」と聞いたならば私は「私はここにいるよ」と頭を指してたと思いますねずっと頭の中でしか生きてなくて概念の世界でしか生きてなかったんですねで座禅してみなさいと言われてまあまされたつもりで座ったら姿勢が変わるとなぜか「うん 気分が変わるんですそれまではずっとこんな姿勢で過ごしたりこんな姿勢で過ごしたりしましたけれども姿勢が変わっただけで全てが変わるそして自分の呼吸に気づいたんですねあ朝から晩まで息をして生きているのになぜこの身近なものに気づいてなかったんだとでその時はもちろんまだネットもスマホもない世界ですけれども今はなおさらこの姿勢呼吸などが おろそかになななっってて全くく見えなくなっている状態だと思うんですねそうするともう議員ばっかりやっているあの議員というのは実際の議員じゃなくてもう相手と自分の比較の中いいねがいくらとか、えー、そういう勝ち負け損得の世界でしか生きてなくて今ここに実はまあ存在している。 ハイデガーの話はさっき出たんですけれども、この存在、私が今ここで存在しているということに気づかなくなってしまうんですね。つまり、時間を失うということはもうすべて失失うと言ってもいいと思いますね。なるほど首より下の自分を失うとはすべて失失うということだと思いますなるほどありがとうございます。 Um, vielen Dank und vielen Dank um, für die Rückfrage. Ich bewundere alle, die sich Zeit nehmen können. Zeit für sich oder Zeit für andere. Ich will darauf hinweisen, dass die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen, die Möglichkeit, nicht erreichbar zu sein, ein Privileg ist. Das heißt, man muss es sich leisten können, nicht erreichbar zu sein. Das mag manchmal funktionieren, aber wenn wir uns so mal in der Welt umschauen, würden mir viele einfallen, die gezwungen sind, erreichbar zu sein, denen es schwer fällt, das für sich alleine entscheiden zu können. Ich gehe jetzt mal nicht ans Telefon. Wir denken zum Beispiel an Essensfahrerinnen. Delivery, die jeden Auftrag über ihr Telefon bekommen und sich schwer entscheiden können, zu sagen, ich nehme mich jetzt mal raus. Also jede Entscheidung, ich, also der, der Punkt zu sagen, heute mache ich mal Pause oder ich fahre in den Urlaub und lasse mein Telefon da, ich mache Digital Detox, geht immer, ist aber immer eine kleine Insel in einem Meer von medialer Kommunikation. Und auf diese kleine Insel müssen wir erstmal kommen und von der müssen wir leider meistens auch wieder runter. Der zweite Punkt, ähm, jetzt reden wir so viel von Körpern. Ich würde behaupten, dass jede Art von Körpervorstellung und Körperbild auch von Medien beeinflusst sind. Wenn ich mir Jugendliche anschaue, die Selfies posten, dann geht es ganz zentral um ihren Körper. Und Körper ist nicht nur positiv, sondern Körper kann genauso problembelastet sein und schwierig sein. Also sich darzustellen, die Körper anderer anzusehen. Also diese Medien hören nicht hier auf, sondern. Gerade digitale Medien sind ja ständig, als wenn ich ein Armband habe oder eine Smartwatch habe, dann trage ich die immer mit mir rum an meinem Körper. Und es geht dieser, dieser Uhr um Körperdaten. Zwar nicht vielleicht, was ich kommuniziere, aber wie mein Herzschlag ist zum Beispiel. Ähm, oder wie oft ich meinen Arm bewege oder wo ich mich befinde. Also mediale Kommunikation hört ja nicht dort auf, wo wir aufhören mit Sprechen. Sondern mediale Kommunikation, so wie sie uns heute begegnet, erfasst uns mit all unseren, mit sehr vielen, sagen wir mal, sehr vielen Körperfunktionen und Orten, wo wir uns bewegen und Entscheidungen, die wir treffen, die vielleicht nicht unbedingt uns als Kommunikation vorkommen. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt, in dem Jugendliche, ich sage es nochmal, schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Mm 2つ大きなことをおっしゃっていて、まあ、そういうデ,デジタルデトックスできる時間のある人は特権のある人であるということと、まあ、実際に身体自身も実はもうメディア化してしま,のま飲み込まれてしまっているのではないかということなんですけれども、ここでぜひ結城さんに伺いたいんですよね。あのカフェにでロボットを 操作している人たちっていうのはある意味デジタルに繋がれないもしくは時間はものすごくあった人たち逆にそれを特権と呼んでいいのか私にはわからないけれどもあのそういう方々で一方あったしでも一方で身体というものを見つめたときにまたこれは違うことが言えてくるんだろうと思うんですよねそういう意味で今までお二人がお話になったお話を受けてですねこの人間性や自分らしさを保つどうしたらよいか ゆきさんはどうお考えになりますすかありがとうございますまずあの藤沢さんがおっしゃってくださったあの私たちが今関わっていらっしゃる身体的な制限をお持ちの方々時間がたくさんある方もいらっしゃるそういった方々をちょっと想像するとどうかなと思うとこのデジタルと彼らがつながることによって彼らこそ今過渡期にあるのかなと思っております。それはは過渡期ととととどういうことかといういこか 今までは時間はあるデジタルの海にまだ泳いでいなかったと今泳ぎ始めたのでもしかしたら今が一番いいバランスなのかもしれないと思っていますこれがさらにこのデジタルとリアルを掛け合わせたようなインクルーシブな社会実装がされていった先に彼らもまた今の我々と同じような課題を抱えることは十分にあると思っています特に一つの例を出しますとえっ、ー、と これはいいフィードバックなんですけれども、1人のパイロットさん、つまり織姫を操作されている難病持ちの方がおっしゃった言葉がありました。それは何かというと、お仕事をした後にお疲れ様と言い合ったと。今まではお疲れ様という言葉の意味が正直分かっていなかった。もちろん、 定義はわかかかるけれども実感としてわかってっっいなかったでも実際に自分がたくさん仕事をしてあ疲れたと思ったしその疲れが気持ちよくってお疲れ様と言い合うことは幸せだったそう言ってくださいまして。 それ自体はもものすごく私も嬉しいなとと感動しししたたころでしたしかしこれが逆に当然の世の中になっていくとおそらくそのお疲れ様はとてもいいものから日常的なものになって本当に疲弊するものになっていくかもしれないとそこの調整っていうのはなかなか現代人と同じチャレンジを社会実装が進めば進むほど持つのであろうなと考えています。 なるほど今ちょっとあのお疲れ様という言葉がドイツ語に翻訳するのが難しいということが出てきて <laughs>、ね、まあまあタイヤードなんですけれども <laughs> なんでしょうね疲れれててくよく頑張ったねたくさん働いて疲れたと思うけれどもそれに対して私は感謝を示しますお互いよく頑張ったねっていうニュアンスかなと思います。 ありがとうございます、ね。ちょっとこういう言葉、単語そのものも日本とドイツだとあるものないものがあるっていうのがこれデジタルでつながった時にどうやってそこを理解し合うのかっていうのもね、言葉を超えたコミュニケーションの難しさだなと思いますけど。ね、ありがとうございます。まあ、今のまさに過渡期であるっていうポイント、やはりこの塩梅ですよね。どのくらいデジタルの海に浸るかっていうところ。でもおそらくこれからは、 どっぷりデジタルの海に飲まれていく可能性の方が高い気がしていてどうしたらいいんだろうっていうそういう意味ですと私はデジタルの海を泳いでいる魚の一匹であると思っているのですが <laughs> あの西垣先生がおっしゃった「駆り立てられている」という言葉を聞いたときにものすごく「あって」って 納得したんです私自身毎日あのこういったお仕事を通してデジタルと触れていると一つ感じることが頭の余白が減っったと思っています、うん、例えば私は詩を書いたり油絵を書いたりする創造的なものも好きだったのですが今た仮にこれに使っていいよという時間を一日ポンともらったとしても。 うう切り替えられないというんでしょうか何かしら想像力を持つ余白部分が減ってしまっていて、うん、そこを取り戻すのにまた時間がかかると思う実感する日々があります。加えていくとあの知識と実感が伴わないことが多くなったなと思っております。 これを実感したのは今年の冬に東京に雪が降りまして私は当然小さい頃から雪を見ては雪は冷たいものというのを知っておりましたしおそらく小さい頃は自分で遊んで実感していました全然また雪が降ってるのを見て冷えているな冷たいんだろうなと思ってちょっと試しに雪だるまを小さな雪だるまを作ってみたんですねそうしたら手に触れる雪の冷たさが衝撃的であ これほどに関節が感覚がなくなるものだったっけとかそういった冷たいという知識情報に対して、うん、触覚や嗅覚その他もろもろのまさに首から下の実感というものが伴わないで存在しているものが多くなってしまったなと思っております。 これはもちろんあの今触覚や嗅覚って言ったんですが仮に触覚や嗅覚をもともと持ち出ない方だったらきっとそれに代替する別の感覚に当たるのだと思いますただその人にとっての首から下になる何かしらのものっていうのが今までは知識と一緒に来ていたんですけれどもデジタルという空間を泳ぐようになるとだんだん知識だけが 取り外されて、そこだけで覚えて、そこだけで完結するという世界が、まあ、なんか正直今広がっているなというのは感じていましたし。しそこをもし仮に脱却して、より実感を持った自分っていうのを持つのであれば、なんかそういった 本当に私にとっては嗅覚や触覚といって実感を伴うように意識して行動するとか物に触れるとかパソコンの前から離れて外に行くってとっても大事なことだろうなと思います。ありがとうございます。はい、ではここであの西垣先生に伺いたいです。今まさに由きさんがご指摘くださったような、まあ、触覚感覚といった、まあ、もの、まあ、つまり頭 まあ言語化されたものっていうんでしょうかねなんていうんですかね知識ではない人間の持つ感性みたいなものを失わないためにどうしていったらいいでしょうかデジタルの世界にはいえっ、ー、と私はあのネルケさんみたいに自分でその体を使うというよりも頭でその違いを考えちゃうっていう変な <laughs> ことになるんですがそれなりにあの生きていく生きている我々っていうものとそれから 人工知能のようなロボットのようなものとのやっぱり違いっていうものについてずっと考えてきました。うん、それでですね、えー、とその違いは一つは時間なんですよ。先ほどあの出ました時間というのはね、我々はこうして今、まあ、ドイツと日本で少し時差はありますけど、一瞬一瞬新しく生きてるわけですよ。時間の流れの中で生きてるんですね。ところがね、 えと機械っていうのは、コンピューターシステムっていうのは、あるスタティックなっていうか、あの静かなっていう、あの静的なっていうふうにま我々言うんですが、静的な時間、つまり座標軸のにその、えー、で刻まれるような、あるスケジュールされた時間の中であの動いてるんですね。で、それがですね、私はこれをメガマシーン、あのつまり社会全体がメガマシーン化している。 それがあのペンソルト先生が先ほどおっしゃったんですけども、なんか我々ってって、まあ、若い人たち、特にこういろんなこうやらなきゃいけないスケジュールというものがですねいっぱいあって、まあ、若い人たちだけじゃない、みんな年寄りもみんなそうなんですね。<laughs> まあ実はこの,この会議だって、ちゃんとスケジュールされてやってるわけですよ。ねでまあ、あのもちろんだから、それはいい点もあるんですよ。それによってこうやって会って話できるわけですからね。 あるんだけど逆に言うとね、まあ、ほとんどの人はペンツォルトさんがおっしゃったように、まあ、歯車のようにねそれに組み込まれているわけでありってそれでねそ,そこがねあの AI のような機械とそれからあの人間との大きな違いだと私は思っていますこれがねあの認識しない人が非常に多いんですよ専門家でもなかなか認識していないだから AI は自律性を持っている とといいうううようなことを言う人がいますね私自立性ってオートノミーのことです私はそれは間違いだ、えー。本当の意味でのオートノミーっていうのは生き物生物でなければ持てないんだっていうふうに考えているんですね。で生き物っていうのは流れていく時間の中に生きているわけですね。そうじゃないでしょうか。でそのことを忘れてしまうとね我々も歯車みたいにさせられてしまう。でそれをねあの えとある意味で操れるのはやっぱり特権的なな人たちなんですよだからそれをね普通の人たちもそういうことをあのちゃんと意識できるようなあ風にしなきゃいけませんよね。それで結城さんのアバターロボットはですね、えー、と2つの時間が組み合わさったような感じがしますね。 えー、今動かしてるっていう時間もあるしそれでまたプログラミングっていうのは中に入ってますからねロボットの中ではねでそれがこう組み合わさって動いてるんだ、えー、そういうふうなこともあるけどまた中には逆にねその AI ロボットがですねいわゆるディープフェイクって言葉皆さんご存知かもしれないんですけどあの非常にこう、まあ、間違った情報とかですね、えー、そういうものを言わせて 人をこう欺いてしまうということもありますよねでそういう危険もやっぱあってですねそれはその,その機械のロボットはね自分で考えてなんていないんですよ自律的に喋ってるんじゃないんですよ実はそう言わされてるわけですねでもそれが人の心を捉えてしまうということもありますそういうあたりを考えないといけないというふうに私は思ってましてですからあのやっぱり人間の心っていうものをね その単にこうある脳神経脳の神経のですね発火のシステムだっていう見る見方には私は反対です。それはあの一面的な見方であってねその生物が神経科学的にはそうかもしれないけど人文科学的な心っていうものはやっぱり別の次元にあるんだっていうことをねあのそれはあのドイツの現代哲学者であるマルクス・ガブリエルさんもそういうことをおっしゃって。 いるんですけど、私はあのその意見に賛成なんですね。まあこんなところでとりあえずはい示させてください。ありがとうございます。あま,すまあその流れている時間の中で生きている生物と、まあ性的な世界で生きている AI と、でそこでやはりその流れている世界の中で時間の中で心の存在をいかにして私たちは知ることができるのか？かもしくは自分の心をと どう対話することをすべきなのかできるのか、まあ、なんかそんなことをちょっと考えたくはなりましたけれども、文筒先生、いかがでしょうかこの自分らしさ、また心、人間らしさ、こういうものをいかに保ち続ければいいでしょうかいですよね、sehr gute Frage。 Ich glaube, was wir uns bewusst machen müssen, ist so, dass sich im Hintergrund ganz viel verschoben hat. Wir kommen aus einer Zeit, wo Arbeit für einen sehr großen Anteil von der Gesellschaft physisch war, physikalisch. Und das bedeutet, wenn ich dann mal Urlaub hatte, dann habe ich auch die Arbeit nicht mehr gemacht. Ich habe also meine eigene Zeit gehabt oder nach Feierabend, wenn ich nach Hause gegangen bin. Das hat sich. Äh, wir haben eine ganz große Arbeitsverschiebung. Wir arbeiten jetzt alle kognitiv. Ähm, sogar wenn ich, ich habe Handwerker im Haus, die sofort an ihrem iPad sind, um Ersatzteile zu bestellen oder um äh, zu gucken, wann sie in Zukunft Zeit haben. Also selbst physische Arbeit ist heute von kognitiver Arbeit begleitet und umwoben. Und das bedeutet. Wenn man nach Hause geht, ist die Arbeit immer noch da. Die müssen gucken, wie viele E-Mails habe ich bekommen, was ist los. Also die kognitive Arbeit hat ganz andere Formen. Und jeder von uns weiß, wir nehmen uns Urlaub. Wenn wir zurückkommen aus dem Urlaub, dann waren die zwei Wochen, die wir frei hatten, die sind in unserer Inbox. Wir müssen jetzt die zwei Wochen, wo wir nicht an unserer E-Mail-Inbox waren, jetzt abarbeiten. Und das Problem, das hier schon unter dem Thema Zeit diskutiert wurde, ist was, was wir noch nicht richtig im Griff haben. Jetzt können wir uns überlegen: leben wir in einer Zwischenzeit? Also ist es eine Zeit, in der die Elektronen, also die Medien, noch nicht so weit sind, dass sie uns mit der Organisation von Kommunikation helfen können? Jeder von uns weiß auch, oh ja, eine App macht ähm, Verzeihung, Sachen viel einfacher. Dann muss man aber die App neu runterladen, da muss man sich einloggen, dann hat man das Passwort vergessen, dann muss man das Passwort wechseln und einen Handgriff, der nur eine Minute dauert, dauert plötzlich Viertelstunde. Ähm, das ist auch Zeit, die nicht einberechnet wurde. Könnte es sein, dass in der Zukunft sozusagen, oder jede E-Mail erzeugt fünf neue E-Mails? Es ist nicht so, dass ein Prozess je zu Ende ist. Ähm, könnte es aber so sein, dass die Medien gerade sich, also ich forsche zu künstlicher Intelligenz. Äh, Medien lernen gerade Sprache zu verstehen, auch selber Sprache zu erzeugen. Äh, sie lernen Bilder zu verstehen und zu erzeugen. Das ist unglaublich spannend. Könnte das sein, dass wir hier Hilfe bekommen in der Zukunft und dass wir in so einer Zwischenzeit leben, wo wir Menschen noch die ganze Arbeit machen müssen? So oder so kenne ich jetzt Computer lange genug, die machen immer Fehler, das macht sie auch sympathisch. Das heißt, sie werden also nicht ohne uns irgendwas machen, wir werden die begleiten müssen. Und ich glaube, wir müssen uns etwas überlegen wie sich unsere Menschlichkeit verändert hat. Also die japanische Arbeitskultur, wenn ich ähm, das richtig verstehe, war schon immer sehr intensiv. Und diese Arbeitskultur ist jetzt durch das Internet und durch die digitale Kommunikation noch massiver geworden. Und die ganze Welt hat jetzt die japanische Arbeitskultur jeden Tag. Ähm, und ich glaube, wir müssen an, verstehen, dass ähm, die mentale Belastung, die wir auch sehen, ähm, das neue ein, etwas ist, was wir viel bewusster thematisieren müssen. Ähm, wie wir früher, als wir physisch gearbeitet haben. Körperprobleme von Monotonen, Bewegungen, Monotonen, Handarbeiten haben wir auch als Problem gesehen. Ähm, und sowas müssen wir jetzt viel stärker artikulieren und ähm, ja, in der Arbeitskultur etwas bewusster einflechten. Ähm, sowas muss stärker gefördert werden in der Arbeit. Und ähm, ja, auch dieses Digital Detox, von dem wir schon geredet haben, ist was, was eigentlich ähm, nur hilft. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Und wenn ich ganz kurz zum Schluss noch was sagen kann, ähm, ist ganz interessant, wo wir das Problem suchen. Ganz oft suchen wir das bei der Technik. Das ist die Schuld der Technik aber und ich finde den begriff gestell von heidegger beschreibt das auch sehr toll was professor nishigaki gesagt hat aber es ist auch die frage wie gehen wir damit um dass wir kein gestell werden und können wir die technologie und die kultur der technologie verändern und uns bewusst machen welche veränderungen wir wie wir das ins positive wenden können なるほど。Wie ich das globale Problem lösen kann. <laughs> <laughs> um, ich uh, glaube, was ganz wichtig ist, es sind tatsächlich so Diskussionsrunden wie diese, wo wir uns das bewusster machen, wo wir auch offen darüber sprechen. Es gibt diese mentale Überforderung. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich ähm, die Arbeitskulturen, die Erwartungen verändern und dass da Regeln bestehen. Also ich habe mal gesagt, wie kann man die Menschlichkeit bewahren in der Digitalisierung? Gutes Benehmen ist ein ganz einfacher Stichwort. Ähm, es ist, dass wir verstehen, okay, ich als Boss sollte meine Angestellten nicht nach 7 Uhr oder 6 Uhr abends kontaktieren damit die eine Auszeit haben. Also es sind ganz einfache Regeln, die mit denen kann man das Kindern beibringen, das Handy mal wegzulegen, nur zwei Stunden am Tag, nicht acht Stunden, auch wenn mir das als Mutter oder Vater vielleicht das Leben erleichtert, wenn das Kind am Handy sitzt. Also solche Sachen, dass wir stärker merken, das ist nicht nur da. So ein Handy sieht ganz harmlos aus. ありがとうございます。自分自身を変えるっていう観点もあるけれども、そうっおっしゃるように誰かという人を大切な人のために その人に環境を作るっていう、まあ、すごく大事なポイントも教えていただいてそれはもしかしたら誰かのためにっていうことでもあるし対話をするっていうことで人間らしさ自分らしさっていうのを今度逆に見えてくるってことかもしれないですねありがとうございます続いて3番目の質問にちょっと移っていきたいなと思うのですが大量のデジタルデータの中から真に価値ある情報や知恵を見つけるには どううししたたらいいいいでですすかとのののを3つ目の問いにしたいのですね、まあま、情報がどんどん入ってくるわけですけれども先ほどディープフェイクって言葉もありましたけれどねどうやってそれを見極めていったらいいのかその機械を使う人の裏にまた機械人がいて機械の裏に人がいてその人がまさに悪意を持って情報を出してしまえばそれは 機械が出したのか、人間が出したのかも分からなくなるわけですよね。こういったとても複雑な世界になっていく中で、真に価値ある情報、知恵。どうやったら見つけられるんだろう。これはまずペンソルド先生に聞いてみたい。いかがでしょう。ありがとうん。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  Jetzt können wir sagen, na ja, wir verlassen uns nur auf etablierte Medien. Also, sprich, wir bleiben bei den bekannten Zeitungen und Fernsehsendern und dem Rest begegnen wir mit Ablehnung oder nur Misstrauen. Das ist sicher keine Lösung, weil es auch die Leistung von vielen neuen Informationsangeboten in Zweifel stellt. Also, ein kleines Beispiel: Ich habe vor 15 Jahren meine Doktorarbeit zu Wikipedia geschrieben. Damals musste ich ständig erklären, ob Wikipedia denn gut ist und ob das, was da steht, denn so alles so stimmt. Das hat sich inzwischen komplett geändert. Wikipedia gilt jetzt als Garant des guten Wissens und draußen herum schwirrt nur die Falschinformation und Wikipedia, da müssen alle hin, weil da die richtigen Sachen stehen. Und das will ich auch wertschätzen, was da die Leute, die da mitarbeiten, jeden Tag tun. Das heißt, wir, die, die, das, die Skills, also die Kompetenzen, die wir brauchen, um dies zu entscheiden und zu unterscheiden, übersteigen letztlich die Kapazitäten von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. Also wenn ich an das Beispiel Deepfake denke, es ist einfach nicht per Augenschein zu sehen. Also da können wir sonst was für Kurse machen. Das ist ja gerade der Witz dabei, dass es eben so gut gemacht ist. Sondern was wir lernen müssen, ist, glaube ich, grundsätzlich eine... Kritische Haltung und die sollten wir schon, hätten wir schon vorher gebraucht. Also die brauchen wir ständig, äh, wenn wir uns die nicht schon angeeignet haben. Also eine medieninformationskritische Haltung und die Tugend des Zuhörens und Abgleichens. Also das äh, zu sagen, so, okay, ich lese etwas auf einer Website oder ich lese etwas in einem Post und ich schaue mich um, ob ich diese selbe Information auch noch woanders finde oder ob sie mir nur einmal gegeben wird. Und wieder eine tugend kommunizieren also im gespräch sein kommunikation ist nicht nur jemand sagt mir was und ich höre zu sondern ich kann auch zurückfragen im besten fall oder ich kann nachfragen oder ich kann andere fragen und so ergibt sich im besten fall ein mehr oder weniger plausibles bild ich finde es aber spannend letzter punkt von mir dazu dass sie die frage überhaupt stellen denn wenn wir uns heute die kommunikationslandschaften anschauen dann erleben wir eher dass da lager von leuten so getrennt sind dass es total egal ist, dass die in ihrer Blase sind und sich diese Frage gar nicht mehr stellen, ob es denn nicht ganz woanders noch eine Information oder einen Fakt gäbe, der sie interessiert oder überzeugen könnte oder umstimmen könnte, sondern die leben in ihren, wir nennen das, Container oder Blasen. Und da, das erleben wir nun jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, sind die, der Weg, der zusammengegangen wurde, ist schon sehr, sehr weit sehr, sehr zeitlich auseinandergegangen. Und jeder, also so ist so ein Gespräch so schwer möglich oder ein Austausch gerade darüber, was ist meine Wahrheit, was ist deine Wahrheit. <laughs> とコミュニケーションしながら真実を見出していこうと思っているんだけど実は自分はとても小さなエコチェンバーの中にいていろんなものだと思ってたらいろんなものじゃなかったっていうこの危険性の中にいるんですよねそこから脱却するべきなのかそれともその中にいても価値のある情報というのを見つける方法があるのかないのかこのあたりは西垣先生に伺ってみようかしらどうでしょう えー、これもまたなかなか難しい問題です。えー、でもねあの、ここでね、知というものについて、今の新しい状況の下で考え直してみたいと思います。というのはですね、知というのは、まあ、知識の知ですね、これはですね、まああの、しばらく前まではやっぱりアカデミズムだとか宗教とかね、そういう偉い人がこう教えてくれるっていう風な感じもしてたわけですよ。 でもね、あのー、その一方でですね、えー、知識とか客観的な知識っていうものは、何も上から降ってくるものというよりは、もしかしたら一人一人が主観的に自分で考えたことを対話によって組み合わせてね、それで、あのー、みんなが納得するというものは知かもしれないんですよね。でそういうことを考えますとね、あの集合知という。 あの言葉がありまますすねあの集まった知恵ですか、えー、コレクティブインテリジェンスですね。これはね、あのしばらく前は、あのちょっと前はやりましたよね。ドイツでは流行ったかどうか知りませんけど、日本では流行りました。アメリカでも流行りましたね。で、あのこれはね、簡単に言うと、えー、いろんな意見を持つ人たちが、こう、知恵を出すとですね、 えー、結構の、正解に近づくんだというふうな考え方もであったんですね。でそれから、それをやや広げますとね、あのーまあ、それぞれみんなあのいろいろ利害は違うわけですよ、人間はね。しかし、えー、そういう人たちがみんなで合意というものを求めていく、そういうプロセス、それをあの集合値というふうに見ることもできると思うんですね。 でこういうことはですね、あのやっぱり一種のオープンネスと、えー、いうものであって、それで、えー、今の我々のそのネットっていうのはそういうためのツールとなりうるううわけですね、えー。ただね、それはそうなんだけど、こういうふうなことちょっと楽観すぎるかなっていう意見もあると思います。というのはね、オープンなんですからね、そうすると中にはね、 先導する、ね、それから、えー、なんか企業なんかでなんか買わせるとかね、それからいろんな政府がありますから、せ世界中には。でこうある国を、まあ、攻撃するためにです、ね、その選挙を妨害するとかですね、そういうふうなあの、えー、ことで意見をどんどん言ってくる、で人を惑わすということもまたあるわけですよ。 ねで、そういう中でまあ、ウィキペディアはね。昔はあの、えー、だからその信頼されないんだって言ってたけども、少なくともね。私の関係する分野まあ、コンピュータープラスアルファみたいなところですね。結構正確だという風うに正確になってきつつあるという風うに私は思いますね。で、それはやっぱりオープンネスのいい面ですよね。だから、あんまり変なこと書いてると、それは違うよ。っていうことをみんなが言って。 っていうこ,とです、ね、でこういうねこう、これってことでこうポジティブにあの意見をあのつまりエコーチェンバーの中に閉じ込められないでねいろんな違う意見に耳をお傾けるってことなんですけどやっぱりその時にねこういけないのはねやっぱ匿名で人を中傷したり攻撃したりするっていう、まあ、匿名でね出なきゃいけないこともない,ないと困る場合もありますよ中でね。でもやっぱり 基本的には自分で自分の言ったことを責任を持ってですね発言するで、それに対して責任を持ってあの、えー、それに対して賛成とか反対を言うっていう地道な取り組みしかないかなというふうに、で自分のちゃんとさらすっていうことですね、責任を持って自分をさらす、オープンにするっていうことが大事かなというふうに。 えー、なかなかお答えにはならないんですけど、まあ、そんなところです。ありがとうございます。集合地そうですね。だからエコチェンバーを越えたところで集合値が生かせる場をどのように作るのか、メディアをどのように作るのかっていうのも一つありますし、今、とても大事なことをおっしゃっていて、匿名ではなくて自分を晒して責任を持って発言をするっていう、これは多分日本とドイツでは少し今の状態でも違うのではないかという気がするのですが。 ブンツ先生、ドイツにおいてこのように責任を持って発言をするということ、もしくは匿名で発言をするということ、こういったことは今どんな状況になっているのでしょうか、um, Ich glaube, ja,、yeah, in Deutschland, also allgemein im Westen, kann man merken, dass、um, Die Meinung durch das Internet, der Meinungsaustausch durch das Internet nicht immer positiv gewesen ist. Um, so, also es gibt auch recht viele Entwicklungen, wo uh, die Leute sich gegenseitig sehr stark angreifen und um, sehr negativ, also Mobbing oder um, ja, uh, Hate Speech um, sind lauter englische Begriffe, aber. Es ist eine sehr negative Tendenz da, dass Leute ja, sich gegenseitig attackieren. Eine Situation, die wir sehen, ist, wir leben jetzt wahrscheinlich seit 20 Jahren mit dem Internet, dass viel zu lange das Internet nicht als reale Welt begriffen wurde. Drohungen, die im, im Internet artikuliert wurden, wurden von der Polizei oder von unseren Institutionen nicht ernst genommen. Ähm, wenn, äh, und das hat sich erst in den letzten Jahren langsam geändert, aber noch nicht genug. Also wir müssen einfach verstehen, dass unsere digitale Identität heutzutage so wichtig ist wie unsere reale Identität im realen Raum und dass wir auch mit den Institutionen, die die Gesellschaft hat, diese digitale Identität schützen müssen.

責任ををってて発言をしていくだけれどもドイツでもインターネットでのコミュニケーションというのはまだまだリアルリアルではないというのかなアイデンティティの確立ができてないということですけれどもただあのまさに織姫を操縦してらっしゃる方というのはオンライン上インターネット上でがほとんどのコミュニケーションですよね、まあ、そういうのをご覧になっている中で、まあ、こう責任を持って発言をしそして重要な 価値ある情報をその中で彼らはどのように見つけ出していらっしゃるのかもしご知見があればアイディアがあれば伺いたい,、はい。ありがとうございます 確かにおっしゃった通り、ありパイロットの方々というのはほとんどの発言やコミュニケーションがデジタルにはなっていますただちょっと逆行するようなことを言ってしまうのですが正直デジタルだけで価値ある情報や知識っていうものがの入手が完結するとは私は思っておりません特にパイロットの方であってもできる限り我々実は対面で会える機会を作ろうとしておりましてデジタルだけであの何も のかも。そういったアイデンティティが確立できたり、えっ、ー、と。真の信頼関係が築けたりっていうのは、まだ100%できる時代やできる状況を築けてはいない世界だと思っています。同時にあの先ほどの集合値というお話もございましたが、元々の質問にあったあの重要な価値である情報や地といったものの、定義そのものが。 日日々日々複雑になってていいると考えていますより正解がなくなっていると思っていてそういう意味においては合意を求めていくプロセスっていうのは非常にその正解に近いと思うのですがよりあの私が思っているのは結局正解はないんだろうなと誰にとって 価値がある情報であり地でありでっても誰かにとってはそうではないとなっていくとそれは自分自身で知識というのは上からいただくというものから自分自身で作るもしくは自分自身で定義するものに変わったと思っていますじゃあどうやってそれを自分の自分としての価値ある情報や知恵を得るかというと先ほど皆様のお話の中にもあったバブルの中でこう閉じこもってしまっているそこだけの情報で終わってしまっているのではなくバブルので終わってしまっているのではなく 外かからも情報を取ってくるとかできるだけ広い媒体から情報を取ってきたりこういった対話によって情報を得ていくそれをもとに自分として価値がある地はこれだというのを組み上げていくそのプロセスその自分としての定義こそが価値のあるものになるのであろうと思いますそれにさらにもう一個あの最初の話にちょっと戻るとその情報を得てくるところというのも デジタルの世界だけで完結はできないと考えていてこうデジタルの中に今まだ入りきれていないリアルの様々な情報ってたくさん実はあるんですよねそこ,から手にそこからの情報を手に入れてくるということも忘れてはいけないですので私たち企業としては私た,ち私たちの会社としては結構デジタルとリアリティをつなぐと言いながらかなりリアルも大事に考えています なるほど。ありがとうございます。正解を自分で定義する時代であり、で、そのためにはバブルの外、で、その、まさに一番最初にユキさんがおっしゃった、リアルの世界というのはセレンディピティがあるんだっておっしゃった、まさにそこなんだろうなと、だからデジタルから出ていくっていうことの大切さ、その時間を持つことの大切さっていうのを改めて感じました。そこでネルケさんに聞きたい。ネルケさんは 逆ですよね外に出ていくのもともと好きじゃなくて、1人でこもって、1人でこもることによって自分の正解を見つけてきた人だと思うんですよね。これ、どう考えて、どう理解したらいいですか <laughs>、うん、あの一番最初に、あの3 40年前、みんな電車の中で本を読んでたのに、最近はスマホばかり見てる若者の話があったんじゃないですか。 それを聞いて私が思ったのはでもいやどっち悪いどっちがいいということないんじゃないのあの中世にグーテンベルが最初に印刷機を発明した時もおそらく古い時代は最近の若者はもう山で鹿を借りに行かないで本ばかり呼んでるんだとけしからんと言ってたかもしれない。 で、まあ、本とスマホの違いは、あの、本は自分は受動的に受け取るしかできないんですけれども、今はこちらからも問題なく発信できる。それはすごくいいことですけれども、本を読むときは、 まあ、あの、カバンに著者一人の名前しか載ってなくても、実は編集者としてのやり取りが何週間何ヶ月間もあって、原稿が出来上がった後にも声粒が厳しいチェックをして、それでようやく本になっているから、あの、まあ、ツイッターのつぶやき一つよりは信憑性はあると思いますね。ただそれを、まあ、我々が、 わからないというか気づいてないことがあって本を読むときは編集者や校閲部が仕事してくれるけれどもネットを閲覧するときは私が編集者と校閲部の仕事をしなくちゃいけない。これからは、まあ、国にそういうインターネットを公越部を作ってもらうんじゃなくて一人一人がそういう才能を身につけなくちゃいけないと思いますね。これは まあ今までもう山で狩りしかしなかった人が文字を読むようになって、それもおそらくグーテンベルクの発明から何百年もかかってようやくみんな当たり前のように本を読むようになったように私たちも、うーん、とかじゃなくて行儀よく SNS でコミュニケーションが取れるまでは、まあ、少なくとも何十年はかかると思いますけれども、まさに今はその技術を身につける時だと思いますね。なるほど、ありがとうございます。はいいありがとううございますどうぞ 大丈夫ですいえいえもう、はい、終わりました <laughs> ありがとうございます、はい、追い立ててはいけないというハイデーガーでございますがすいません <laughs> ごめんなさいありがとうございますあのあっという間にあと30分というところになってしまいまして皆様からも質問を頂戴したいなと思うので最後にまず皆あのパネリストの皆様にでは今日いろんなお話を伺ってきたんですけれども未来のコミュニケーションはどうあるべきだと思うかというコメントを一人ずつ いただいて、その後はあの視聴者から質問を受けていきたいと思います。それでは最初の順番で未来のコミュニケーションはどうあるべきかというのを伺っていきたいと思います。由紀さんからいただいていいですか？はい。なかなか難しい最後の質問を頂戴いたしました。<laughs> いいえい,いえ、あのどうあるべきかっていうと。 意味で言うと私はあまりべき論を言わない人間なので、どうありたいかで私としては答えたいと思います。で、えっと、私、どうありたいかというとあの、やっぱちょっと最初の話に戻ってしまうのですがあまり選択的にならずに偶然の出会いを重視できた、そんなコミュニケーションをデジタルであろうとリアルであろうと掛け合わせたものであろうと取っていくことを意識的に行っていく、そうありたいと思っております。 Um, ich habe eine Erwartung, wie sie stattfindet, weil ich glaube, in diese Richtung läuft auch zumindest das Silicon Valley und das Nachdenken dort, nämlich, um, dass es eine vor allem synthetische Kommunikation ist. Was meine ich damit? Ich glaube, mein Auto, uh, mein Auto kommuniziert am Tag mehr als ich. Und äh, die ganzen Gerätschaften um mich herum tun das auch. Und ich bin Teil davon. Und diese Gerätschaften, die nehmen mich wahr, aber die nehmen nie mich als Person wahr. Es geht nicht um Christian Penzold. Es geht um meine Performance in einem Moment auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich performe auf Facebook an einem, mit, einem, mit ein paar Aktionen, die ich mache, wenn ich mein Telefon aufmache zu 80% männlich und zu 20% weiblich. Und ich interessiere mich laut Algorithmus auf diese Art und Weise. Also ich zerfalle in einzelne Tätigkeiten. Und ich werde wieder zusammengebaut von den Plattformen, aber nie als Christian Penzold, sondern jeweils als ein bestimmter Nutzerprofil. Und das Nutzerprofil ist ganz temporär. Das löst sich auch wieder auf und verändert sich. Und so gibt es mich ganz oft oder Teile von mir da draußen. Das glaube ich, also das meine ich mit synthetischer Kommunikation. Das Zweite, ich glaube, jetzt haben wir, das war, klang immer so positiv in unseren Antworten. Ne? Ich glaube, es wird eine Kommunikation sein, die mehr embodied ist. Das heißt, die mehr körperbezogen ist. Und das kann gut oder schlecht sein. Oder irgendwas dazwischen wahrscheinlich eher. Also es geht nicht nur darum, dass es um meinen Kopf geht und um das, was ich mit meiner Stimme kommuniziere oder mit meinen Fingern tippe, sondern ich glaube, auch da wird die. Die kommunikativen Angebote laufen vielmehr übers Haptische, übers Visuell-Optische, ähm, über Körperbewegungen. Und wenn wir uns anschauen, in welche Richtung Embodied Technologies gehen, also Dinge, die wir am Körper tragen oder sogar im Körper tragen, denken Sie an Google Glass. Die Sache ist zwar beerdigt, aber es wird Nachfolger geben zu dieser Geschäftsidee. Und irgendwann sind sie so gut, dass sie uns begleiten. Und so erleben wir also eine Kommunikation, die... Im Englischen würden wir sagen, augmented ist, also die angereichert ist durch andere Informationen. Und da geht es nie darum, dass irgendwas virtuell ist oder real ist, offline oder online. Es ist immer beides. Der, es gibt einen, einen Professor in Oxford, Steve Wolga, den zitiere ich gerne, der hat schon 1995 in einem Buch geschrieben: The more virtual, the more real. Was fühlt sich realer an als unsere Emotionen? Was fühlt sich körperlicher an als den Schmerz oder die Freude, die ich verspüre, wenn Leute irgendwas liken oder weitergeben oder mich auch schlecht machen im Internet? Also das verbindet sich auf eine Weise, die nicht mehr auflösbar ist. So wird es vorangehen, glaube ich. Was hoffe ich, was wäre mein Wunsch, dass wir die Menschen hinter der Technologie nicht vergessen. Und diese Menschen tun manchmal sehr, sehr anstrengende, monotone Tätigkeiten. Ich erinnere nur an die Leute die permanent damit beschäftigt sind die plattformen von bösen inhalten zu reinigen das machen bisher auch sehr selten maschinen sondern da sitzen leute die den ganzen tag über plattformen jobs annehmen die sehr schlecht bezahlt sind und die die ganze zeit die arbeit der maschinen machen also wir dass die maschinen mögen ein gestell für uns sein aber ganz häufig sind wir ein gestell für die maschinen und helfen ihnen mit ihren Problemen klarzukommen. Und so erleben wir also Leute, die wir nennen das also Gig-Gig-Economy, die für wenig Geld irgendwo global verteilt Dinge tun, die eigentlich Maschinen vielleicht tun könnten. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Leute nicht aus dem Auge verlieren und schauen, ob wir deren miserable Life, also schlechtes Leben, besser machen können. とても重要なご指摘だと思いました。ありがとうございます。じゃあ、ネルケさん、いかがでしょうか。はい、ま、あの、まあ、結論から言うとわからないですね。これから未来のコミュニケーション、どうあるべきか、あるいはどう、 なるんだろう、えー、わからないんですけれども、あの、私が日本に来て、あの、驚いたのは、えー、ドイツになくて日本のテレビでよくあるのは、議員の人が温泉に浸かって、そして美味しいものを食べるような番組ですね。 日本になくてドイツによくある番組はもうディスカッションですねもう何時間も人が、うんうん、もうほとんど相手の話を聞くことなくギャーっと自分の主張を言うようなで今はもうこのズームだってそうですけれども人の話を遮ることもなく、うんうん、またみんなもチャットを使えば聞くこともできてうん やっぱりいい方向に発展しつつあるという気がしますね。もちろん私たちはもうその最中にプレイヤーの一人としているわけですから、やっぱり冷めてなければいけないし、操られないように気をつけなければいけないけれども、これからまあどう発展するか、どういう方向に行くかは私たち次第だと思いますけれども、私は

Ich denke auch eher ins Positive, wie Herr Nölke. Ich hoffe, es ist weniger Kommunikation. Ich hoffe, wir leben wirklich in einer Zwischenwelt, wo wir noch die ganze Arbeit machen müssen und dass ein Teil dieser Arbeit dann von unseren Programmen erledigt werden kann. Ähm, weil ähm, ja, es ist schon teilweise monoton. Ich glaube, keine Arbeit, die ich mache, oder 80 Prozent der Arbeit, die ich mache, könnte von jedem gemacht werden. Ähm, das, da muss jetzt ich nicht als äh, Lehrkraft irgendwie da ausgebildet für sein. Das ist einfach eine E-Mail zu beantworten und zu wissen, wo was liegt in welchem Spreadsheet. Ähm, deshalb, ähm, ich glaube, ähm, es stimmt bestimmt ähm, auch was Herr Petzold sagt, dass die äh, Kommunikation fluider wird. Ähm, wir haben vielleicht schon gemerkt, dass die Diktierfunktion ähm, teilweise auch zum E-Mail schreiben oder zum Manuskripteschreiben benutzt werden kann, was ich persönlich sehr gut finde. Ähm, was wir im Westen aus dem asiatischen Raum gelernt haben, also im asiatischen Raum hat man schon spricht man schon ganz lange auf WhatsApp oder auf den verschiedenen Apps rein und sendet kleine Nachrichten. Und wir Deutschen haben immer noch getippt. Und erst seit ein paar Jahren ähm, schicken wir jetzt auch die Kommunikation anders. Aber ich glaube, wir, ähm, dass es stimmt auch, dass das an uns liegt. Und ich glaube, dass sich definitiv was verändern muss, ähm, dass sich die Erwartungshaltung von uns allen in unserer Arbeitskultur, in unserem Umgang stärker damit auseinandersetzen muss.

コミュニケーションはどうあるべきかというのをとまとめも込めてお願いしたいなとい、はい、<laughs> 一番難しいテーマでえっ、ー、とですねあのそういう回答はないんですけども私があの大事だなと思うことを少しお話しさせてくださいえっ、ー、とですねまあデジタル文明っていうのはまあ,あの今それを担っているのは、まあ、アメリカですよねしかしですね その源流っていうのはどこにあるかっていうとやっぱり私はヨーロッパの近代っていうものがやっぱり大きいと思うんですよ。であの例えば20世紀の初めにっていうかあ19世紀の終わりぐらいにフレーゲという人が「概念記法」っていう本を書いてでそれをもとにラッセルとかホワイトヘッドがあの哲学的な本を書きましたよね。 でそ、そういうものを踏まえてコンピューターってできてるわけですよね、皆さんね。で、それがその、えー、アメリカで実現された工学的に実現されたんですけど、考え方そのものはやっぱり私はヨーロッパでできたんだというふうに思います。で、それがね、あの世界にいろいろ広まったわけですよ。だから、あのそういうことのまあ限界っていうかな、そのやっぱり負の面ということに対して。 ドイツの方々が感づいておられるっていうのはね、そういう歴史もあるのかなというふうに今日感じました。それでね、それに対してね、日本はね、もう学ぶだけなんですよ、ちょっとね、ちょっと近代になってからもう学ぶだけ、もう <laughs> それでそれうまく輸入してね、それでこうちょっと直してノーベル賞もらうとかね、そんな感じなんですよ。<laughs> それでね、まあ、それはもそれでいいのかもしれないけど、私はね、東洋の考え方っていうのはやっぱり、 本質的に違うと思います本当にあの世界がですねこうスタティックにできているというふうには考えないんですよであのこれはね気候変動が非常に激しいってこともあるんですねでですからとにかくその現在現在で何とか対処していかなきゃいけないでみんなで力を合わせてあの水田工作ですね水水の水の他の 稲を作らななきゃいけないいいけっていう歴史が古いんですねそういう中でできてきた地っていうのはですねあのまあ古ゲの概念記法とかそういうものとはちょっと違う、えー、別にそれはどっちがいいとか悪いとかっていうんじゃないんですよ両方ともすごい文化なんですよ。でね私はあの今まであの明治以降、えー、日本はねあの西洋の文化をまあ学んできたと思うんです。 で今でもねとにかくあと追ってけあと追ってけっていうようなことを人が多くて僕の周りなんかそういう人ばっかりなんです。だけどねここでねやっぱりお返しをしようとやっぱり東洋のね考え方っていうものをもう一度立ち返ってねだからネルケさんみたいな人がね <laughs> いるのは僕はもう本当に嬉しいんですけど、えー、そういう中でねあの東洋のそのものの考え方生き方っていう風なものからもう一度デジタル。 文明ってものを捉え直していくっていう、えー、非常に雑あの雑粕なんですけどそんなことをあの努力したいなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。もうまさに日独の対話にふさわしいまとめをしていただけたと思います。本当にありがとうございます。これは日本人である私たち自身も東洋の考え方とは一体何なのかっていうのを我々自身も足元に あの、光を当てて立ち戻って考えるというところからスタートしなきゃいけないんで、これこそ日独読一緒にあの考えていくっていうこともしてみたいなと、そんなふうに思いました。ありがとうございます。さて、皆様からご質問を頂戴したいのですが、あの、もう手を挙げてくださっている方がいるので、えー お話しいただきたいと思いますがどなたに質問をしたいのかまずご自身のお名前そしてどなたに質問をしたいのかそして質問は一問だけ簡潔にお願いしたいと思います、えー、ドクターチャクラバルティさんですかねお願いしますハロー Domo Regato für dieses wunderbare Symposium. Ich hatte zwei sehr kurze Fragen. Einer besteht somit mit zwei bestimmten Personen, die mit künstlicher Intelligenz in Japan und den USA forschen. Zu so einer wird Professor äh, Tom Bölsch, äh, ist äh, der, der Anthropologin UCI Irvine. So er hat viel mit... Äh, ich erwähne ihn, weil neulich hatten, hatten wir in einem Band zusammengeschrieben, nicht mit ihm, aber im gleichen Band, dass es geht um Ethnology in, in Alternative Worlds. So er hat dieses Projekt über uh, In Second Life uh, mit Disabilities, mit uh, Menschen mit bestimmten, differently abled Menschen. Und dann er hat er in diesem Projekt, der Aufsatz hat, geschrie hat beschrieben, wie Digitalisierung oder digitale Technologien eine neue Selbsterfassung schaffen können. So meine Frage dann wäre: Inwiefern ist diese virtuelle Selbsterfassung für Menschen mit, Digi äh, mit Disabilities? Inwiefern ist das auch äh, für alle Menschen äh, extendable? Für alle Menschen verfügbar? Und die zweite Frage war über Data Mining. Wir kennen, äh, ich, ich äh, erinnere jetzt diese Brillante junge japanische Data Miner, Internet Miner, Yutaka Matsuo, wenn ich seinen Namen richtig ausspreche. Der arbeitet mit Softbank und anderen Fondationen. So, der hat äh, viel gesagt, der hat viel darüber. Er hat auch mit äh, zum Beispiel Erdbeben gearbeitet und hat ja auch mit dann Stock Markets und die Börsen gearbeitet. Und die Idee ist, wie man verschiedenen Sachen, von der, die in der Zukunft liegen, jetzt. Äh, Darüber, nicht, äh, darüber das erklären könnte. Meine Idee ist, sind diese zwei Sachen, Enabling, wie in der Forschung mit differently abled people, und Prophecying oder äh, Vorhersagen, dürfen, können wir sagen, dass in, in der Welt der Zukunft diese zwei Funktionen werden dann zusammengetragen und eine gesamte Strategie für beide Inklusion Und ein Leben für allen ありがとうございます。ありがとうございます。大変難しい質問ではありますが、答えようと思われるパネリストの方いらっしゃいますか私が答えましょう。我こそは立候補はいませんか y u さんが手を挙げそうなので、y u さんお願いします。<laughs> あの とても難しい質問なので的外れな回答になっていたら申し訳ないのですがまず、えー、と障害者の方たちの、まあ、そういったデジタルを使った自己認識っていう。 最初におっしゃられた点に関しては結構なかなか複雑だなと思っておりましてデジタルを介することで今は1対1でロボットを操っているんですけれどもそれがダブルのロボットを1人の人間が同時に操ることとかもできるようになってきたらどう自己認識をしていくかっていうのは正直私自身まだ答えを持っておりませんむしろそれをしていくためにはそういったのを実際に実証実験のフィールドで行った上であのどうなるのかっていう研究がまだ全くなされて いるまあ、なされていかなければならないなと思っています。で、えー、と障害者の方が、えー、アンエ,エネーブルされていくっていう部分とデータマイニングっていうところの関わりに関しては、そうですね、あのデータマイニングがどのようにそこに関わっていくのか、まだ私の中でこうイメージがついていないのですが、少なくとも、 その2つが絡み合うというわけではないと思うんですけれども、まず障害者のことがエネエイブルされることによって、今の社会においてのダイバーシティが真の意味であの障害という言葉がなくなってくる。で、そうなったときに、プラスしてデータマイニングがあることによってできるあのアドオンの価値があるっていうようなイメージで捉えております。なんかその2つが同時に来なければいけないというよりは、どちらが先であっても、その2つが 最終的に成し遂げられることによって、あのより広い世界にあの今さまざまなダイバース事情を考えていらっしゃる方々もいけるのではないかと考えます。すみません、なんか中途半端な答えになりました。ありがとうございます。もうとてもあのこれだけでも議論したくなりますけれども、たくさん手も挙がっているので、ジャクラバルティ先生ありがとうございました。それでは続いて手を挙げてくださっている、えー、本田光次郎さんですかね。はい。 どなたにどの質問を一点お願いします。はい、えー、っとたくさんのあのスピーカーの皆さんどうもありがとうございました。非常にあの刺激的なあの会話を聞けてあのとてもあの啓発されました。えっと、えー、そうですね、えー、っとペンソールド先生に質問してみたいなと思います。それでえー、っと 今あの、えー、学生、大学で学生を教えていて、大きな問題になるのは、毎年100人ぐらいの学生の中に、3名とか4名ぐらいの学生で、睡眠障害、えー、夜眠れないっていう学生がいるんですけれども、ほとんどの場合、その人たちはゲームをやってるんです、あの深夜にで、えーっと。で、そのゲームというのは、えー、コミュニケーションを、 あの取りながら世界中の人たちとチームを組んでドラゴンを倒すとかそういうゲームなんですね。で地球は回転してるのでみんなで会うためには、えー、どこかの国の人に合わせざるをえないんですけれどもそうすると深夜にゲームをしなければいけなくなるんですが彼らにとってそこでのコミュニケーションというのはリアルのコミュニケーションよりもずっと大切なものになってしまっていて。 その結果、学業がおろそかになり、えー、日常生活が崩壊していくっていう学生がいます。で、これが毎年毎年毎年いるので、えー、今後増えていくんではないかなと,、えー、と考えてるんですけれども。で、質問なんですが、そのプラットフォームの話が今日何度も出てましたが、これが例えば国とか公共の仕組みが作ったものではなくて、私企業がが、作ったものでみんなが コミュニケーションしているって状況をどう考えられるかについてコメントをいただきたいんです。というのは g a フ f a m のような大企業は心理学者を大量に雇ってそのそれを利用する人たちが中毒性を持ってそこに参加するようにわざわざあのいろんな機能を、まあ、例えばいいね機能ですね。でそれから例えばタッチパネルに触れた時にわざわざ 0.5秒遅らせて反応するとかそういったことはあの意図的にやってるんだそうです。それはなぜかというと、えー、期待をすることで、えー、期待通りに画面が変わったときに人間の脳がもう自動的に喜ぶからですね。とネルケさんがおっしゃったような首から下というか我々の身体の欲望とか欲求とかを四季、えー、業は徹底的に研究してそこにを利用しながら ネットの世界に人を引き込もう引ききももううとしてますねで、はい、それを使ってる人たちは自分が何を欲しがってるかとか自分の個人的な情報をどんどん企業にただで無料で明け渡してるっていうことになると思います。であの名前が出てきましたがマルクス・ガブリエルという若いあのドイツの哲学者はガーファムは ネット利用した人に対して時間分だけお金を払うべきだっていう主張をしてるんですね。っていうのはネットを使ってる間に情報を計算資源をたくさんただで与えてるわけなのでそうすると儲かるわけですよね最終的にその企業を、はい。本田先生ありがとうございます。あすいません。だから、えー、とプラットフォームがその公共に移行するって可能性はありえると思いますかこのまま私企業ででくんでしょうか、はい Das ist eine gute Frage, ob wir dem Staat mehr trauen als der privaten Plattform. Das ist, eine, glaube ich, eine sehr westliche Sicht auf das Vermögen eines Staates. Also wenn ich mich mit Kollegen aus Brasilien unterhalte, die geben die Hände da würden die noch eher Facebook trauen, ähm, als ihrem eigenen Staat, also in autoritären Systemen. Also das ist eine schwierige Sache. Ähm, Erstmal aber müssen wir festhalten, dass es negative Konsequenzen hat. Und dass dieser, ich nenne das mal kollabierende Kontext, also da kollabiert zum Beispiel die Zeit, weil ich mit Leuten zusammenspiele, die am, 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 am anderen Ende des Tages gerade sind, die morgen sind und am um Abend, ich meine wir gerade, sie gehen in den japanischen Abend und ich denke an Mittagessen. Und so kollabieren unsere Kontexte und das bringt Leute in Schwierigkeiten. Und mein Anliegen ist, dass Sie sind kritisch dieser Plattform gegenüber Und wir sollten alle kritisch diesen Plattformen gegenüber sein. Aber unsere Kritik muss sich nicht festmachen daran, ob wir verstanden haben, wie diese Plattformen funktionieren, weil das kann nämlich niemand. Wenn ich also erst fünf Jahre studieren muss, um zu verstehen, wie dieses Online-Spiel funktioniert oder wie die Algorithmen von Facebook funktionieren, um Facebook zu kritisieren, kommen wir nirgendwo hin. Sondern wir müssen bei unserem Leben anfangen und in den Konsequenzen, die unser Handeln in unserem Leben hat, um sagen zu können, ist das gut, ist das schlecht für mich oder für meine Gegenüber oder für unser Miteinander. Und auf dieser Basis können wir Kritik üben und nicht, wenn ich, wir nennen das Code-Literacy. Das finde ich, ist eine Utopie. Wie kann ich eine Code Literacy über den Algorithmus von Amazon bekommen? Den bekomme ich nie. Darf ich Amazon kritisieren? Sehr wohl. ありがとうございます。 はい、じゃあもう時間が本当に限られてきたので最後に Berunto、えー、さんからご質問を頂きたいんですが Berunto さん時間が限られているので短くお願いします。Ich wollte nur kurz zu Herrn Penzoldt und Frau Ariyuki kurz Stellung nehmen. Wir müssen sicherlich eine neue Definition von Freiheit und Persönlichkeitsrecht finden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Mein Vater hat die letzten zwei Jahre bei mir gelebt. Er war fast blind und konnte nicht mehr sehr viel hören und vor allem sich auch nicht mehr richtig bewegen. Und wir haben dann das ganze Haus mit Alexa ausgestattet, also Amazon. Und auf einmal konnte er kommunizieren. Er war in Kontrolle des ganzen Hauses. Er okay. konnte also auch in Etagen, wo er keinen Zutritt hat, das Licht ausmachen, was manchmal ein bisschen schwierig war. Aber er konnte semi-autark leben. Und für ihn wäre es die schlimmste Situation gewesen, dass die Kameras nicht mehr funktioniert hätten und keiner mehr ihn sehen konnte, wenn er hingefallen wäre. Ja, also, ich glaube, wenn ich gesagt hätte, also Amazon ist jetzt Vergangenheit, weil die sind böse, das wäre ein mittlerer Weltuntergang gewesen für ihn und für viele andere alte Leute hier in der Gegend in Berlin auch, weil das Modell hat Schule gemacht. Und insofern ist Freiheit und Selbstbestimmung nach westlicher Prägung. Eher eine diskussionswürdige Veranstaltung und ob das dann privat gewährleistet wird oder öffentlich gewährleistet wird, das wird man verhandeln müssen. Und ich fürchte die Unfähigkeit der Politik heutzutage Regeln zu setzen, gesellschaftliche Regeln zu setzen, was ja eigentlich ihre Aufgabe wäre, ist der Kernkonflikt, den wir heute mit der digitalen Welt haben. Denn wie die Algorithmen aussehen, so what. Aber wie die gesellschaftlichen Regeln der Nutzung auszusehen haben, haben wir bisher nur für Pistolen, Macheten und andere unerfreuliche Sachen geregelt und für Autos. Aber die größte Waffe, die wir heute haben, nämlich das Internet, hat kein Mensch geregelt. Und ich glaube, dieser gesellschaftliche Ansatz und Konflikt, der muss durchgestanden werden, sonst haben wir lustige Zeiten vor uns. Sorry für die lange Kommentare. Um, vielen Dank für den Kommentar. Um, ich will zwei Dinge einbringen, und zwar zwei Begriffe. Und zwar eins, Sie haben diesen Freiheitsbegriff eingebracht. Und ich glaube, um uns da eine Richtung zu geben, wie wir über... Technik als Ermöglichung nachdenken oder Technik als Begrenzung ist ähm, eine Unterscheidung von einem österreichisch-britischen Philosophen, Isaiah Berlin. Und Isaiah Berlin hat gesprochen von der Freiheit von und der Freiheit zu. Die Freiheit zu heißt, ich bin frei, etwas zu tun. Ich bin frei, zum Beispiel meine Zeit herzugeben oder ich bin frei, freundlich zu sein oder ich bin frei, in eine Kooperation einzusteigen. Heißt auch, dass ich frei von Dingen bin. Ich bin frei von Kontrolle. Oder frei von Belastung. Und beides, die merken es schon, beides hängt miteinander zusammen. Was wir aber, wenn wir uns gerade diese, wie Alexa anschauen oder die Plattformen, so kommen die uns heute häufig daher mit, du musst das alles akzeptieren, um das tun zu können. Und ich weiß nicht, ob wir in diesen Deal immer einsteigen. Also wie viel Freiheit von geben wir denn weg, um eine Freiheit zu zu haben? Also um irgendwas tun zu können, muss ich das alles abgeben. So. Und ich glaube, genau in diese Verhandlung müssen wir mit den Plattformen, auch mit Alexa, gehen, wie viel sie denn eigentlich von uns nimmt, mit dem, was sie uns denn eigentlich ermöglicht. So, das ist das eine. Das zweite ist ähm, ein Autonomiebegriff. Und auch da können wir uns auf zwei Weise hinstellen, nämlich einmal zu sagen, Autonomie, das ist ein Besitz. Wir sind geboren, wir sind Menschen und wir sind immer autonom. Übersieht aber, dass wir mehr oder minder autonom sein können, dass Autonomie was Steigerbares ist oder was Minimierbares. Und das erleben Sie, und es gibt sehr schöne Berichte übrigens, ähm, auch auf, von anderen Teilen der Welt, über wie ermöglichend Alexa wird, wie also Autonomie steigerbar ist über eine Technologie, die vielen als ziemlich schwierig daherkommt ne? und problematisch mit allen möglichen Dingen und wie andere das als eine Steigerung ihrer Freiheit erleben. Und genau dort rein müssen wir uns begeben in diese Situation, in der wir die Sache nicht verteufeln können und genauso wenig einfach nur umarmen können. Okay, ähm, ich, wenn ich dazu ergänzen was sagen kann, ich glaube, ähm, Herr Lietzer hat auf was sehr, sehr Wichtiges hingewiesen. Wir begreifen traditionell das Internet als eine Infrastruktur, die ökonomisch entwickelt wird. Wir erwarten, dass das Internet von Firmen bespielt wird oder von Firmen entwickelt wird. Und das ist ein massiver Fehler gewesen in den 90ern. Das wurde auch von den Politikern sehr stark vorangetrieben, zu sagen, das Internet ist eine wirtschaftliche Entwicklung, die bringt Arbeitsplätze. Wenn wir uns umgucken, in der Rest unserer Gesellschaft verstehen wir Infrastruktur als etwas, was staatlich gefördert und geleitet wird. Ja, es kann von Zügen, von unserem Gesundheitssystem, zu Straßen sein. In all diesen Entwicklungen haben in den meisten Ländern hat der Staat eine Hand mit im Spiel zumindest. Nur bei dem Internet wurde gesagt, hands off, ja, das ist nicht unser Ding, das müssen die Firmen entwickeln. Ähm, es gibt mittlerweile Forschung, zum Beispiel von Mariella Mazzucato, also die in UCL in London lernt, eine Wirtschaftshistorikerin oder Theoretikerin, die gezeigt hat, dass das auch nicht immer stimmt. Also das Internet, wie wir es entwickeln, ist ganz stark eine staatliche Förderung gewesen. Wir wissen, dass das World Wide Web in CERN, einem internationalen Wissenschaftsumfeld ähm, ähm, erfunden wurde, ähm, dass die ganzen Protokolle, mit denen wir hier miteinander sprechen, nicht wirtschaftsentwickelt sind, sondern die sind tatsächlich von einer unabhängigen globalen Organisation entwickelt worden. Und ich glaube, dass wir auch für die Zukunft der Kommunikation wirklich mehrere Spieler brauchen, nicht nur Firmen. Die quasi dann die Macht haben. Und Herr Petzold hat das ja toll beschrieben. Du kannst die Terms of Condition oder annehmen oder ablehnen, aber du kannst dich nicht dazwischen entscheiden. Und ich glaube, wir brauchen hier den Staat als, einen, als etwas, das die Infrastruktur auch reguliert, fördert und begleitet. Und müssen aus diesem neoliberalen Denken, die Wirtschaft wird alles lösen, ganz von alleine raus und verstehen, okay. Das ist zu wichtig. Das muss, wir müssen überlegen, wie Technologie demokratisch sein kann. Wie können die User eine größere Beteiligung haben? Wie können wir mehr Mitsprache haben? Und wie kann Technologie zusammen entwickelt werden und nicht von einer Abteilung für irgendwelche Leute, sondern zusammen mit den Leuten für uns alle? So. ありがとうございます。大切なご質問のおかげで、また大切なお答えをいただきました。ま,あ、まさにみんなで。 同じインフラを使う時代ですので、日読、まあ、さらに超えてですね世界のみんなで議論をし、考えていく機会をもっと作れたら素晴らしいのではないかと思います。今日はその一つの足がかりを作らせていただけたと思っております。えー、貴重なお話をいただきましたパネリストの皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。視聴者の皆様、ぜひ拍手をしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。それではこちらの方で、えー、お話を。 Haben eh, Sie um, ganz herzlichen Dank von unserer Seite, liebe Frau Fujisawa für Ihre Moderation und ich muss sagen, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer heutigen Veranstaltung angekommen neben ihnen frau fujisawa möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich bei unseren wundervollen panelistinnen und panelisten für ihr mitwirken heute bedanken und außerdem auch sehr gerne unserem publikum für ihr interesse ihre teilnahme und auch ihre guten fragen. wir haben auch im chat ja noch einige kommentare erhalten dürfen. Die Ausrichtung der heutigen digitalen Veranstaltung wurde technisch von der Firma PCS in Person von Herrn Mayer und Herrn Witt unterstützt. Und ich habe auch mitbekommen, dass auch einige der Teilnehmenden da im Hintergrund ähm, davon profitieren konnten. Außerdem wurde die Veranstaltung simultan verdolmetscht von Frau Sekikawa und Frau Jumi Gleiter. Auch dies sicherlich ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn wir uns über Kommunikation unterhalten, dass wir hier in unseren Muttersprachen heute sprechen durften. Herzlichen Dank also auch an dieser Stelle und wir möchten auch natürlich sehr gerne noch einmal unserem Kooperationspartner danken der Japan Foundation in Person von Herrn Professor Eisawa und Herrn Hadda und seinem Team für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Mal schauen, welches Thema wir uns dann im nächsten Jahr vornehmen können. Vielleicht darf ich an dieser Stelle schon einmal ankündigen, dass die Japan Foundation nach dieser Veranstaltung eine kurze Umfrage für alle Teilnehmenden auf den Weg bringen wird und sich über ihre Antworten dazu freuen wird. Von der Seite des JTZB möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Februar bei uns auch weiterhin ganz im Zeichen des Themas die Zukunft der Kommunikation stehen wird. Beim nächsten Mal allerdings vor allem. Mit der technischen Perspektive. Wir werden am 17. Februar dann auf Englisch eine hochgerätig besetzte Podiumsdiskussion ausrichten zum Thema Future Communication Technologies Beyond 5G and 6G, Opportunities for Japanese-German Collaboration. Bei dieser Veranstaltung werden wir mit der Botschaft von Japan in Deutschland kooperieren. Wenn es Sie interessiert, dann schauen Sie doch einmal sehr gerne auf unsere Homepage und melden sich bei uns an. In diesem Sinne, besten Dank nochmals in alle Richtungen und gemeinsam mit den Organisationsteams der Japan Foundation und des JZB. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auch dazu einladen, dass äh, alle Beteiligten ihre Kameras einmal anschalten. Sage ich Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle auf Wiedersehen. Die Dolmetscher möchten mal bitte winken, damit wir sie sehen.